年のフィギュアスケート世界ジュニア選手権女子シングルフリー、ここからは第3グループに入ります。ロシアの選手です。ダリア・ティモシェンコ、この大会のディフェンディングチャンピオンです。去年は予選からショートプログラム、フリー全てが1位、完全優勝を果たしましたが、今年は予選では A グループ第7位、ショートプログラムでは11位、現在10位という成績になっています。トリプルトーループ、フリップ、トリプルルッツ、こらえましたね。ビールマンスピン、スパイラルシークエンス、トリプルループ、ダブルトーループ、3回転2回転です。さあ中盤に来てもう一度トリプルルッツ、飛びました。そしてダブルトーループ、ステップからダブルアクセル、非常にスピンも速いですね。ロシアのダリア・ティモシェンコ、ディフェンディングチャンピオンの演技でした。去年優勝したティモシェンコですが、今年はここまで第10位、テクニカルメリット、ファーストマークの得点が出ました。 4.8 からになりますね。上が 5.2 です。 5.2 は2人います。そしてプレゼンテーション、こちらも 4.6 が2人、そして上が 5.2 という得点です。
伸びませんね。伸びませんでしたね。ちょっとジャンプの折り方にでちょっと点数が引かれてしまったかもしれないですね。そしてまあ第3グループの第一滑走者ということもあったでしょうかね。そうですね。Nächste Läuferin aus Russland, next lady to skate. 続いてもロシアの選手です。イリナ・カチュク。予選は A グループ9位、ショートプログラムでは8位でした。トータルで9位です。この選手は今シーズンジュニアのグランプリファイナルに出場しています。そこでは7位でした。ショートプログラムでは4位だったんですが、フリーで順位を落としました。フリーでは7位、トータルで7位の成績でした。ダブルアクセル、非常に大きいジャンプですね、はい、シークエンスからトリプルトーループ。やはり第3グループに入るとスケーティングが違ってきますね。そうですね。トリプルフリップ。24人の選手が6人ずつ4つのグループに分かれています。そのグループが後になるほど順位の高い選手が出てきます。回転だったと思うんですけれどもね。ステップでもうまく表現していますよね。トリプルループと、これは転倒です、うん。スパイラルシークエンス。さあ、ここからきつくなる後半ですね、はい、もう一度ルッツジャンプに行きます。からダブルトーループ。トリプルサルコ。トリプルフリップ、ダブルトーループ。ロシアの選手イリナ・カチュクでした。ロシアは今年この大会に3人が出場しています。ちょっと難しくなってますね。得点が出ました。ファーストマーク、テクニカルメリット 4.3 から 4.9 になっていますね。
5点台は出ていません。そしてプレゼンテーションセカンドマークです。芸術点の方は 4.4 から4.9、 こちらも5点台は出ていません。 4.9 が2人いますが5点台はなし、下は 4.4 でした。ロシアの選手が2人続きました。代わってはカナダの選手です。カナダのマリアンヌ・デュブック、予選は A グループ第4位、ショートプログラムでは10位、トータルで現在8位です。この選手もジュニアのグランプリファイナルに出場しました。その時にはショートプログラム、フリーともに8位、総合で8位でした。非常にスピードがありますね。さあ最初のジャンプです。トリプルルッツだったんですが、ちょっと斜めになってしまいました ね。トリプルフリップ、ダブルアクセル、ダブルサルコ、トリプルトーループ、飛び方がうまくタイミング合わなかったですね、はい、抜けてしまった感じでした。ちょっとプログラム始めから飛び焦ってしまっているというか、飛び急いでしまっているというか、はいはい、ここでなんとか落ち着いて持ち直してもらいたいですね。トリプルループ、これから後半に入ります。トリプルルッツ。最後の最後に難しいドリフルを持ってきました、はい、カナダのマリアンヌ・デュブックの演技でした。カナダのデュブック得点を待ちます。
会場がシーンとなりました。ここで発表されます。テクニカルメリットの得点です。 4.5 からになります。 4.5 から 5.0、 ブルガリアのジャッジは 5.0 を出しました。そしてプレゼンテーションです。こちらは 4.4 からになります。 4.4 から 4.9、 表現力の方では5点台は出ませんでした。カナダのマリアンヌ・デュブック、代わっては地元ドイツの選手です。スザンヌ・シュダールメーラー、予選では A グループ13位、ショートプログラムでは7位、現在10位につけている選手です。トリプルループ、ダブルトーループ、非常に高いですね。はい。トリプルルッツ。手をついてしまいました。はい、トリプルルッツ、ダブルトーループ。地元ドイツの選手、スザンヌ・シュッダールメラーでした。
さあ、得点が出ます。4.4 からの得点ですが、上が 5.1 があります。ブルガリアのジャッジが 5.1 を出しました。オーストリアのジャッジは 4.4。 そしてプレゼンテーション、こちらは5点台が2人になっています。ロシアとポーランドが 5.0。 下は 4.6 という得点です。ドイツのスザンヌ・シュッダールメラーでした。代わってはポーランドの選手です。18歳のザビナ・ボイタラ。去年のこの世界ジュニア選手権第5位、今年は予選では第6位、ショートプログラムでは12位、ここまでのところ14位という成績になっています。ダブルルッツ、トリプルトーループ、トリプルサルコだったんですが、回転が途中で止まってしまいました。はい、非常に元気はいいですね。さあ、もう一度ルッツジャンプに挑戦します。ちょっとタイミング合わなかったですね。そうですね、どうなんでしょう、ああいうやめてしまったというような感じが見える場合、ちょっとジャッジに対してあまり印象が良くないですね。失敗してしまってもそのままつなげて、もう一度こう精神を集中してもらいたいですね。はい、このスローパートから立て直しができるかどうか、はい、そこが鍵になると思います。非常に高いスパイラル、足が上がってますね。ダブルアクセル、トリプルループ、スピンです。サルコーダブルトーループ、一番最後にトリプルジャンプをちゃんとコンビネーションジャンプを持ってきて、
頑張ったんですけれどもね、はい、ただやはり上位に食い込むためには5種類のトリプルジャンプというのは絶対に必要ですから、はい、ルッツジャンプはちょっと第5位でした。今年はここまでのところ14位という成績。ポーランドのボイダラ、得点が出ました。ファーストマークテクニカルメリット、技術点は 4.4 から4.8 という得点です。ブルガリアが 4.8、 ハンガリーとデンマークが 4.4、 オーストリアも 4.4 です。そして芸術点、プレゼンテーション、こちらは 4.2 があります。しかし上は 5.2 もあります。ちょっとばらつきましたね。そうですね。ポーランドの18歳ボイタラでした。代わってはアメリカの選手です。15歳のサシャ・コーエン、この選手は全米選手権、今シーズンの全米選手権で第2位になった選手です。彼女はその全米選手権ショートプログラムで1位、クワンより上、去年この大会の銀メダルを取ったサラ・ヒューズより上ということで非常に注目されました。フリーでも2位に入り、総合で第2位。本当にまだちっちゃいですよね。そうですね。このフリーのプログラムはアメリカのメディアで見どころいっぱいのプログラムと紹介されたプログラム。はい。日本でもまた人気が出そうですよね。そうですね。はい。トリプルルッツ、ダブルトーループ。ダブルアクセル、そしてジャンプシークエンスでトリプルサルコ。トリプルフリップ、これは綺麗に決まりました。高く足が上がるスパイラルですね。もう180度になってましたね、はい、彼女はスケートをやる前には機械体操をやっていたそうです。はい、それじゃあ絶対体柔らかいですね。そうですね。トリプルループ。綺麗なポジションのレイバックスピンです、はい、高いですね。本当に足が180度一直線に上まで伸びてますからね、はい、ダブルアクセル、トリプルトーループ。大きなジャンプ。レジャンプ。
メリカの15歳サシャ・コーエンの演技でした。彼女は予選は B グループで第2位、しかしショートプログラムでは9位、ここまで7位という成績になっています。7位というここまでの成績は立派なんですけれども、彼女の場合には本当に顔はあどけない可愛らしい選手なんですけどね。今場内では次のグループ最終グループの選手の名前が紹介されていて、彼女の得点はまだ出ていません。出てないんですね、はい、彼女は第3グループの第6滑走者。すごいですね、滑り終わった後はは息が上がってるはずなんですけど、オレンジを食べる余裕があるというのが、そうですね、まあ、喉がすごく乾きやすいというのもあると思うんですけどね。なるほど、そうですか、ね、じゃあ立ち上がって得点を見ました。ファーストマーク技術点が出ました。すべてが5点台、 5.1 以上になっています。 5.1 から5.4 という得点です。自分でもうなずいてますね。そしてプレゼンテーション、こちらはどうでしょうか。やはり上がりました。 5.1 から 5.6 という得点、 5.6 が2人います。アメリカの15歳サシャ・コーエン、この時点でトップに立ちました。受けている中野選手、この後2番目に滑ることになっています。この最終組、ショートプログラム終わった時点で上位6人の選手が、まあ、抽選をして順番を決めて滑っていくわけですが、その最初に登場したのがスイスの選手です。ザラ・マイヤー15歳。この選手はスイス国内のチャンピオンになりました。シニアの国内チャンピオン、そしてビールマン以来のジャンプの飛べる選手、まあ、期待のかかった選手ということになっています。はい、どんな演技を見せてくれるでしょうか。トリプルルッツ3回転です。トリプルフリップ、ジャンプシーケンスでトリプルトーループ、トリプルループ。もう一度トリプルルッツ、そしてジャンプシークエンスでダブルトーループ、ここまでパーフェクトですね。そうですね、この中盤まで来ると選手もちょっとホッとするんじゃないでしょうか。ダブルアクセル、トリプルサルコ、
5種類のトリプルジャンプは飛んだことになりますね。そうですね。さあ最後に向けて、このままパーフェクトなるか。周りから手拍子をもらったり声援を掛け声をもらったりすると本当に選手はやりやすいですからね、パワーも出ますし。いい演技でした。パーフェクトですね、はい、スイスのザラ・マイヤー15歳。6.0の持っている応援団がいますね。フィギュアスケートは6点満点で採点される競技です。予選では A グループで第3位、ショートプログラムでも3位、トータル演技だったということでしょう。15歳のザラ・マイヤー、得点が出ました。 5.2 から5.5 です。5.5 が3人いますね、はい、そしてプレゼンテーションです。表現力、芸術点、こちらは 5.0 からになりますが、上はやはり 5.5 があります。ここまでのトップに立ちましたザラ・マイヤーでした。さあそして日本の選手です。日本の中野ゆかり選手です。まだ14歳、山田コーチに送り出されました。彼女の武器はトリプルアクセル。そうですね、はい、練習では何度も飛んでいるというふうに聞いているんですが、さあこの舞台で今回決められるかどうかというところですね、はい、予選では B グループ第3位、ショートプログラムでは第4位、現在4位です。メダルの狙える位置です。さあ最初のトリプルジャンプ、ルッツ、タイミングが合いませんでしたね、はい、これがトリプルアクセル。ちょっと回りきれなかったですね、うん、回ってる途中で降りてきてしまった感じですね。そうですね、半ですからね。さあこれは忘れて次にトリプルループ。トリプルフリップ、これは決まりました。レイバックスピンです。
決まりました。トリプルトーループ。さあもう一度ルッツに行きます。トリプルルッツ、ダブルトーループ。トリプルサルコ、ダブルアクセル。日本の14歳中野ゆかり選手の演技でした。彼女は今シーズンジュニアのグランプリファイナルにも出場しました。その時には誰とかもあったんですけれども、予選がなかったんですよね。しかしコンパルソリーも大変だったでしょうね。そうですね。そのコンパルソリーは91年にも廃止されています。はい、その分スケーティングが上手い選手が少なくなったとかいろいろ言われてますけれどもね。そうですね、まあ、コンパルソリーでそのエッジの乗り方というのを覚えますから、そういう意味ではコンパルソリーは非常に役に立っていますね。さあ中野ゆかり選手の得点、ファーストマーク技術点ちょっとばらけた印象になりましたね。 4.7 から 5.3 という得点です。はい、そしてセカンドマーク芸術点、表現力、こちらの方は 4.5 からになりますね。上が 5.1、 5.1 が2人います。5点台が3人。ちょっと難しいポジションになってしまいましたね。そうですね、この後滑る選手の演技によっては、そうですね、順位が変わってきますね。はい、代わって登場したのはハンガリーの選手です。タマラ・ドロフェイフ、15歳の選手。今年ヨーロッパ選手権に出場しました。その時には第9位。非常に愛らしい選手で、覚えてらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。そうですね。トリプルループ、非常にスピードがありますね。はい、さあそして3回転の中でも難しいルッツ、トリプルルッツ決まりました。トリプルサルコー、ダブルループ、3回転2回転のコンビネーションです。トリプルフリップ。
トリプルトーループ。トリプルループ、ダブルトーループ。アクセル。スピードが全く落ちませんね。はい。ダマラ・ドロフェイエフ、ハンガリーの15歳の演技でした。自分で拍手しています。ますね、彼女もパーフェクトな演技でしたね。そうですね、彼女は最初から笑顔だったんですが、一つジャンプを決めるたびにどんどん笑顔がもう本当に嬉しい笑顔に変わっていきましたね。そうですね、大きな笑顔に変わっていきましたね。はい、やはりその滑りがまだジュニアの滑りという、はい、こういう時に待ち遠しいでしょうね。そうですね、得点が出ました。 5.1 から 5.5 という得点です。 5.5 が3人。 5.1 は厳しいですね。そうですね、表現力、こちらの方は 5.0 があります。しかし上は 5.5、 5.5 が2人です。2000年の世界ジュニア選手権女子シングルフリー、残すはあと3人となりました。最終グループの第4滑走者、アメリカの15歳、ジェニファー・キルクです。予選は A グループ第1位、ショートプログラムで2位、現在2位につけている選手。2000年の全米選手権では第7位でした。トリプルサルコ、滑り始めていきなり一直線にステップを飛んでジャンプ飛びましたね。彼女は高いジャンプに魅力がある選手です。ジュニアのグランプリファイナルでは第2位でした。トリプルルッツ、ダブルトーループ、3回転2回転。彼女はトリプルトリプルも持っているそうなんですが、今日は決めてきますでしょうか。はい、トリプルトーループ、トリプルトーループ、来ましたね。これですね。トリプルフリップ。アメリカはどんどんいろんな選手が出てきますね。本当にそうですね。ジュニアも育っていますし、本当にミシェル・クワンも、はい、気が気じゃないですね。上は上です。そうですね。
トリプルループ3回転決まりました。さあこれで5種類のトリプルジャンプを飛び終わりました。あ、もうそうですね、はい、そして後半に入ります。ダブルアクセルシークエンスでトリプルサルコ。アメリカの15歳、ジェニファー・キルクの演技でした。いや、次々と完璧な演技を決めてきますね。そうですね、素晴らしいパフォーマンスでした。はい、同じ同世代で、ですね、はい、出ていました。モナリー選手に分かって銀メダルを取ったんですね。はい、さあ完璧な演技を見せましたジェニファー・キルク15歳、得点が楽しみですね。しかし次々とみんないい演技を見せますからね。彼女が最終グループの第4滑走者、あと2人残っています。得点 5.1 が1つありますが、他 5.5 か 5.6。 そうですね、1は厳しいですね。1だけちょっと目立ってますね。ジャンプだけではなくて表現力の方もちゃんと見せてくれましたからね、どんな点数が出るか。表現力の方は 5.7 が出ていますね。下は 5.3 です。 5.3 は2人いますが、ブルガリアのジャッジが 5.7、 高い得点が出ました。さあここまでのトップに立ったジェニファー・キルクに代わってフィンランドの選手です。エリーナ・ケツネ18歳の選手です。去年のこの世界ジュニアでは14位でした。今年はここまで予選は B グループ5位、ショートプログラムで第5位、トータルで6位。トリプルルッツ、コンビネーションだったんですね、ちょっと踏み切りませんでした、ね、そうですね、ちょっとフェンスに近くなってしまったんでしょうか、はい、トリプルループ。トリプルトーループ。トリプルフリップ、ダブルトルプ。さあ前半ここまでパーフェクトで来るとスローやりやすいと思うんですけれどもね、ここからは表現力を見せます。滑走時間は3分30秒、シニアより30秒短い時間になっています。
トリプルサルコ。ダブルルッツ。トーループ。ちょっと疲れが見えてきてしまいましたかね。そうですね。ストレートラインステップです。さあここから後半に入ります。フィンランドの18歳、エリーナ・ケツネンの演技でした。そうですね、はい、さあ立ち上がって得点を見ています。ファーストマーク、テクニカルメリット、こちらは技術点になります。 4.9 が1つありますが、その他は5点台。一番高い得点はポーランドの 5.4 ですね。そしてプレゼンテーション、表現力、こちらは 4.9 が2人です。上は 5.3、 5.3 も2人います。さあそして最終滑走者を迎えました。アメリカの選手です。アメリカの16歳、ディーナ・ステラート。この選手が現在トップの選手です。予選は B グループで第1位、ショートプログラムでも1位、現在トップのディーナ・ステラート。彼女は16歳なんですが、今回のアメリカチームの中で一番年上ということになります。16歳で、まあはい、そうですね、ジュニアの選手権ですからね、ただショートプログラム終わって1位でこれで優勝ができるかもしれないといったところでの精神的なものというのは相当なプレッシャーがありますからね、うん、そうでしょうね。その中でどんな演技を見せてくれるか、ジュニアのグランプリファイナルではショートプログラム3位から逆転優勝しました。決まりました。最初のトリプルルッツからコンビネーションダブルトーループです。トリプルフリップ、ダブルアクセル。この部分グランプリファイナルではダブルアクセル、ダブルアクセルのコンビネーションだったんですね、はい、ちょっと回転が外れてしまいましたね、トリプルトーループ、ダブルトーループ。この同じ最終グループで先に滑ったアメリカのキルク選手が素晴らしい演技をしているだけに、
優勝するには絶対に失敗は許されないと思います。そうですね。トリプルループ、トリプルトーループ決まりました。とダブルサルコ、速いスピンです。3分半の演技が終わりました。アメリカのリーナ・ステラート。大きな失敗はなかったんですけれども、はい、ただトリプルジャンプが4種類しか入らなかったですね。そうですね、この点でそのキリク選手が5種類入ったところです、はい、最終滑走者アメリカのステラート。さあ得点が出ます。どうでしょう、 5.2 からの得点です。上が 5.6 です。はい、そしてプレゼンテーション、こちらは 5.6 が 1,2,3,2、 下が 5.4 です。わずかに及びませんね。でしたね、はい、これは逆転でした。そうですね、はい、ということで最終結果が今画面でご覧になっている通りの結果になりました。アメリカのキルク選手が逆転での優勝、日本の中野選手6位まで入ることができませんでした。第7位という成績でした。お知らせの後は表彰式です。